そろそろっすよ。あ、そっか。今行く。はじめまして先生、小神明です。今日はよろしくお願いします。あー、桜庭だです。今日はリハーサルみたいなもんなので、確認程度で気軽によろしくお願いします。おい白石、あと頼む。あ、はい。文化祭実行委員長の白石です。よろしくお願いします。あとは基本的に白石に任せるので、何かあったら言いつけろってください。はーい。ちょっとあんた、なんか喋んなさいよ。はぁ、妖怪会議に出てりゃいいのに。どうかしたかです。えへー、なんでもありません。打ち合わせてたら思わず賑やかに。とりあえず、アキラ様はありがたいゲストなので、それなりにおもてなしします。それでこの後、ラッキーチャンネルで三十路岬のマイクテストをやっていただきます。明日はその後、フリートークをお願いします。ま、うまくやってやるわよ。じゃあ、ステージの方へお願いします。白石のくせ、しょっぱ。あ、ハラッキー、みんな、アキラのために集まってくれてありがとう。今日はいっぱい楽しんでいってくださいね。愛しい人のあの、たどり着くのはいつの日か。流れ流れて一人旅、あの日の言葉を道連れ、面影探してどこまでも。歌っていただきましょう。小神明さんで、みそじみさき。ひとり。はい、OK でーす。こらてめえ、ちゃんと歌わせろよ。だからテストだったでしょ。時間ないっすよ。んなことすんな。難しい理論もわからないね。